株式会社藤子会藤尾プロは漫画家の藤子会藤尾が立ち上げた漫画制作会社。代表取締役社長は伊藤義明。所在地は東京都新宿区。通称藤子プロ。もともとは藤子会藤尾と藤子藤尾アが藤子藤尾としてコンビを組んでいた時代に設立した藤子スタジオに由来する。 1987年のコンビ解消に伴い、藤子スタジオは、藤子藤尾は作品の漫画制作と著作権管理を引き継ぎ、藤子フ藤尾作品については新たに設立した有限会社、藤子 F 藤尾プロが同様の業務を行うことになった。当初の代表取締役は藤子フ藤尾本人。藤子フ藤尾没後に株式会社化し、 代表取締役会長は夫人である藤本雅子が社長には伊藤が就任した。藤本雅子は2006年に退任。現在に至る。藤子、海、藤尾の生前は藤子、海、藤尾作品の著作権管理と漫画制作が主たる業務だった。藤子、海、藤尾没後は藤子、海、藤尾のライフアークを引き継ぐ形で所属漫画家による 大長編、ドラえもんの続館、のび太の南海大冒険から、のび太のワンニャン時空伝までの執筆、および、ドラえもんを中心とした、キャラクターグッズの制作管理を行うようになる。2004年に、漫画制作を取りやめた。当時所属していた麦わらしんだろうや岡田康則など、漫画家をすべて独立させ、著作権管理を主な業務とするようになった。2007年に、 神奈川県の行田緑地内に川崎市藤子会藤尾ミュージアムを設置することを発表し建物の建設及びミュージアムの運営を委託する関連会社株式会社藤子ミュージアムを2008年に設立2011年9月に開館している現在同社と藤子藤尾はの株式会社藤子スタジオには資本業務ともに 基本的につながりがなく、完全に別会社として運営している。そのため、藤子、海、藤尾と藤子藤尾は個別の作家として著作権等が存在することになり、藤子藤尾名義に関する著作権表記は、両者名を併記する形をとっている。また、共作のため双方が権利を持つ、お化けの旧太郎が、長らく再販されなかったことなどから、 一時期両者の不仲説も囁かれていたが、詳細は不明である。同社は、藤子、海、藤尾作品の制作において、作画を補助する多数のアシスタントを雇用した。その中には、後に独立した者も,も多い。なお、藤子プロ及び藤子スタジオでは、アシスタントではなく、スタッフと呼んでいる。新宿スクエアタワー入居テナント企業、オフィスビルの入居テナントについて調べるを、 ありがとうございます。